千歳で生まれ千歳の歌を歌っている地産地消アイドルユニットのシャオニャンです。よろしくお願いします。はい、今日はシャオニャン春の涼花祭りに皆さん来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。すごい名前だね。本当に10年目にして初めてイベントに自分の名前が入りました。みんなも10年経ったら自分の名前が重要になる。入るかも。10年記念にならないとこういうのないんだ。分かった。分かったけど10年で初なんで、なんかそういうことかなっていうふうになって思ってます。なるほど。皆さんお皿はもらえましたか？あ、もらえましたか？そこにみんなお皿はもらえた？もらってる。もらってみんなもらえたの？あ、もらえましたか？じゃあみんな前回の生配信を見たっていうことですね。はい、ありがとうございます。でも思うんだけど、これもったいなくて使えなかったりするの。私も絶対使えない。なんか飾る用みたいな感じですかね。エリちゃん飾るよって言ったからみんな飾ってください。そう、エリちゃんに合わせる。確かに決定権はエリちゃんにあるんですけど、皆さんです。エリちゃんが困ってるじゃないですか。後輩困らせるの私の先輩特許じゃん。ダメですよ、困らせないでください。すいません。まあ名前結構出てきたけどね。はい、自己紹介改めてしましょうか。はい、先週の生配信に引き続き腰の調子はあまり良くないですけど、今日も元気です。涼花です。はい、いいよ、何も言わなくて。私腰が良くないことをみんなに伝えとかないとね、なんであいつ黙ってんだよってなるから言っただけだから。あ、良かったです。はい、メイです。I'm not afraid to die.
千歳飛行場80周年記念ソング新千歳空港イントゥザスカイでした。はい、なんかあれだね、あのよくライブを見てくださってる方は分かると思うんですけど、はいはい、歌う人めっちゃ変わったね。そうなんですね。そうなんですよ。皆さんお気づきですか？ちゃんとお気づきですか？もうなんか最後にやったのいつだよみたいな曲もあるんですけど、なんかガンガンライブできてたのが1年前なんですけど、その時ってめいちゃんとななみちゃんがなんだろう、まだメンバーの歌ってとこ研修生だったよ。研修生でした。そうだから歌ってなかったんだけど、もうガンガン歌ってるよね今。いや本当ですよね。なんかそれは逆にこういうご時世のおかげかもしれないね。なんかじっくり練習してこうなんか本番でパンって一緒に歌ってるっていう。なんかいろんな組み合わせでやったじゃないですか。やりましたね。はい、私人の歌声を食べ物に例えるのがね、すごいなんか分かるんですよね。全部食べ物にしてくる。全部食べ物にするんですよ。しかも私脂っこいことばっかりなんですよ。マリちゃん豚骨ラーメン。豚骨ラーメン。メイちゃんがカルボナーラ。カルボナーラ。そう。あの、エリちゃんはなんかね、あっさり系なんだよ、あっさり系。あっさり系の食べ物って何だろう、サラダとか。サラダとか、サラダとか。ここはね、水なんだよ。あ、水なんだよ、水タイプ。もう食べ物じゃないじゃないですか。食べ物なんですよ、それは。食べ物も飲み物も一緒でしょ。はい、はい、まあいいですよ。行きたいところとしてね。だから、あのこの後のやる曲、この後にやる曲も、はい、あの、はい、歌わりますと、あれここってこの子だったっけみたいな曲がね、あの何曲かあったりしたかもしれないので、はい、皆さんぜひお楽しみにしててください。はい、はい、それでは次も2曲続けて歌います。イエイイエイ。なんかさ、はい、なんか立ってる人たちもうちょっと楽しそうにしてもらっていい？すごい、やっと YouTube をやる。確かに確かに。イエイ。なんかね、手拍子とかしてくれてるのは分かるんだけど、うん、あ、もうちょっと楽しそうにしてもらうことができますか？ジャンプする。あ、ジャンプ、ジャンプ、はい、ジャンプってしていいの？なんかさ、私たちもどこまでやってるか分かんない。あ、オッケーだって。今ね、じゃあちょっとあの飛びな感じで、はい、飛びな感じで皆さんで、はい、次の曲もね、はい、一緒に踊ってくれたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください。とんかつ屋さん勝藤のイメージソング、無敵のファイヤーキャッツです。どうぞ。We'll be right back.
とうございました。はい、今歌った曲は無敵のファイヤーキャスト、北海道の名産ハスカップのイメージソング、ハスカップ小町でした。でした。いいさ、なんかやった理由っていうのも、うん、あの私が初めてシャオニャンに頼もうってしてきた、なんで登場役員ですか、シャオニャンに頼もうってしてきたのが、はい、この花園町内会館だったんです、そう、当時はここで練習してたので、噂には聞いたことある。そうなんです、今はね全然違う場所なんですけど、はい、当時はここであの練習してまして、で1曲目にフィフティストーンズにしたのも、あのじゃあちょっと一緒に踊ってみようよみたいな流れで、こう当時のメンバーさんたちにこう引っ張られて、あの踊った曲がフィフティストームズだったんですよね。そう、だからなんかこうやって聞くとエモく聞こえるでしょ。でも本人こんなだからさ、ちょっとなんかエモさに聞こえるよね。あの人はたまたまですよ、フィフティさん。いや違う違う違う、ちょっとそれがはいはい、まあ、運命です。運命です。そうか、ヨカちゃんとフィフティは運命の糸でつながっているという、何やってるか何やってるんですか。ちょっとなんかちょっと今日双子なんです、私たち。確かに言ってるとね、大丈夫かな。これ以上喋ったらさ、なんかみんな死んじゃいそうだからさ、そろそろ曲いきますね。はい、あのもうなんかタオルで刺してる方は刺してくるかもしれないんですけど、はい、あの次の曲はね、あれです、新曲でももうないのか、あ、まあ結構前に出したんですけど、まあでもまあ一番新しい曲ではあるんですね、はい、あれです、あの簡単に踊れるので、立てる皆さんも座ってる皆さんもなんか適度に踊れくれればなというふうに思います。それでは2曲続けて聴いてください。千歳の温泉のイメージソング、千歳温泉チャプチャプ節です。どうぞ。Oh, no.
か本番とか超自由競技してるんですけど、うん、最後のところ、はい、最後のところね、うん、そう、あのこの間りょうかちゃんのモノマネって言ったら、ななみちゃんほらやりなさい、これはずっとやってたんですよ、ななみちゃんが。なんか何かわかんないじゃないですか。だからかんなちゃんには私は大賞をあげたんですよ、レッスンの時。あ、そう、りょうかのモノマネこれわかるでしょ、わかるでしょ。この一個出すのが、そう、いつものりょうかがやるやつだけど、伝わらないモノマネじゃないから、うん、今できなかった。そうなんですよ、私に笑おうって思ってたのにできなかった。そう、なんかね、いろいろみんなやってくれたんですけど、うん、ななみちゃんがずっとこれをしてるからね、あなたのはそれは何なんだって聞いたんですよ。はい、何なんですか。これはりょうかちゃんのツインテールのモノマネです。わけわかんなくないですか。りょうかちゃんの動きのマネを言ってたのに。りょうかのマネじゃなくて、インディアン奏者のイメージソング、シャケシャケシャケと書いて、シェイクシェイクシェイク。